はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊は、モチベーション 3.0 です。管理職の方、読みましょう。この本には、管理職なら絶対に知っておきたい、外発的動機付けと内発的動機付けの話が出てきます。まあ、外発的動機付けっていうのは、いわゆる飴と鞭ですね。まあ、良いことをやったら報酬を与えて、悪いことをやったら罰を与える。まあ、ちょっと前まではこのやり方が正しいと思われていました。まあ、確かに短期的だとこっちの方が効果は出るんです。しかし長期的に考えると飴と鞭ではいろいろと問題がある。成果を出すには報酬を与え続けないといけなくなったり、長期的に鞭を与え続けると、まあ、当然ですがメンタルを病んでしまう。実は長期的な成果を出すには外発的動機付けではなく内発的動機付け、すなわち本人の内側からやりたいというモチベーションを生じさせること、これが大事なんですね。長期的な成果だけでなくクリエイティブな発想をするためにも内発的動機付けが必要だということも、近年の研究で分かってきています。変化が激しいこの時代、革新的な考えを生み出し続けるためにも内発的動機付けは重要なんですね。じゃあどうやったら部下に内発的動機を持ってもらえるのというやり方も本書には書いてありますので、部下を持つマネージャーの方はぜひモチベーション 3.0 読んでいただければと思います。とこんな感じで毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。